エレニ・パレオロギナは、東ローマ帝国、パレオロゴス王朝の巫女の一人。キプロス王、名目上のエルサレム王、キリキア・アルメニア王、アンティオキア王であった、ジャン二世の二番目の日となった。娘婿を毒殺したり夫の愛称の花を削ぐなど、残忍な側面を持つ一方、1453年のコンスタンティノープルの陥落後、数多くのギリシア人亡命者を、 キプロス島に受け入れたり、経済的に支援するなど、政治的な行動力をも持ち合わせていた。東ローマ皇帝ヨハネス8世の辞典である、モレアス先生公テオドロス2世と、その妻で、ペーザロ領主マラテスタ4世、マラテスタの娘クレオファの間の一人娘として、生まれた。5歳の時に、母と死別するが、モレアを、ラテン人勢力から守るための戦いに、 暴殺されていた父は再婚することはなかった。1442年2月3日に、ニコシアの聖ソフィア大聖堂において、キプロス王ジャン2世と結婚した。キプロス王国史を除述したアマディネン記によると、エレニがキプロス島に到着したのは1442年2月2日で、あり、翌日には婚礼が行われたことになる。花嫁は14歳。 花婿は24歳で、夫婦の間には10歳の年齢差があった。ジャン2世は、最初の妻のモンフェラーと高女、アメディアに先立たれており、この結婚は再婚だった。結婚後まもなく、エレニは、夫の愛称、マリエット・ド・パトラの花を削ぐことを命じた。マリエットは、エレニの腰入れの数年前に、ジャックというジャン2世の楽園の男児を出産していた。その後、 ジャックはエレニにとって不具体点の敵となり、二人はジャンニ西洋に対する影響力を競い合うようになる。エレニはジャンニ西はジャンニが16歳になったジャックにニコシア大司教の聖職を与えたことに憤慨した。1457年4月1日、ジャックが自重のヤコポウッディを殺害すると、ジャックはヒロツカサ教職を解任され、島を追われた。しかし、 ジャン二世はジャックを許し、広塚佐教職にも復帰させてやった。エレニはジャン二世との間に二人の娘を設けた。エレニが腰入れに際して連れてきたギリシア人のズインたちを宮廷の役職につけていったために、キプロス宮廷ではギリシア人の影響力が復活した。この事態はキプロス王国と東ローマ帝国の新たな同盟関係を築くことにつながった。 1453年にテレト・コンスタンティノオープルがトルコ人によって征服されるとエレニは多くの亡命者をキプロス島に受け入れ、また炎上した。エレニ、橋橋は福井よりも強固な性格の持ち主と評されていた。エレニの王国の政治の実権を握り、国内に政教の信仰やギリシアの文化を広めようとする姿勢はフランク人の怒りを招いた。 しかし王妃エレニの県政はあまりに強大だったため、反対派は手出しができなかった。教皇ピウス二世も、また彼女が政教の勢力を拡大しようとしていること、陥落目前のコンスタンティノープルマンガナ地区にあった、聖ギオルギオス修道院にネミ1万5000ルカート、モノ巨額の寄付をしていたことを、困難な時期には不適切な寛大さを見せている、と批判した。 一方、ギリシア系のキプロス人たちは、彼らの利益を図ってくれるエレニの強靭さ、決断力を称賛し、王妃を崇拝した。1457年、エレニは、娘婿のアンティオッキア公ジョアンを毒殺した。ジョアンは、キプロス国内のカトリック勢力を支援したために、エレニの怒りと復讐心を向けられてしまったのである。また、エレニは、娘の夫として、ジョアンよりも、 理想的な条件を備えたジュネーブ博、ルイド・サブアワを新たな婿に迎える機会を伺ってもいた。エレニは、娘のジュネーブ博との再婚話をまとめたが、エレニとジャン2世の国王夫妻はいずれも1458年中に死去したため、1459年に実現した、シャルロットとジュネーブ博の婚礼を目にすることはなかった。エレニは1458年4月、夫の諸子ジャックが起こした。 反乱の最中に、ニコシア城塞において没した。意外は、聖ドミニク修道院の王家の墓所に安置された。ジャンニセイも妻の死の3ヶ月後に亡くなり、国王夫妻の長女シャルロットが王位を継承した。ありがとうございます。